これは助かりましたよ。青道のボールですが、その前に杉原打ちます。右からのドローでどうでしょう。いや、ピンに向かってきます。向かってくる。ああ、止まってくれればいいんだけどね。あ、遠く行きました。手前であったらね、もう絶好、これを入れてればまだねチャンスあるんです。あの昨日のラウンド終わりではもう65、6が出ていいようなパッティングができたのにという話もありましたが、杉原選手にとってはねこの15番からは確かに苦しいです、はい、だけどこれを入れていくか分かりませんよ、入れば9アンダー3位タイグループに入りますが、やっぱり3人ともついてる方が、ついてる側がね、あんまりいい方じゃなかったってことがありましたね、はい、ボギーの出だしだった杉原がその後バーディー2つ盛り返して、ちょっと待ってください。